こんばんは、平井博明です。今回はですね、ナイスショットの出る方法を動画にしていきたいと思います。これ斬新じゃない？画期的でしょ。そんななかなかそんなこと言う人いないでしょ。そんな魔法のような。そう、実は魔法ありました。でもあれじゃ、それあのサムネで釣ってるだけで中身が伴わないやつ。伴わして見せますよ。そうです、本当にそうです。やってるやつよ。やってください。やっていいの？やっていいの？やってよ。やるのは得意だって。じゃあ今回はその動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。そもそもナイスショットが打てない理由として、ヘッドの押しが弱かったり、インパクトゼロになるタイミングが遅かったり、そもそもそれをやろうとして早く急いで引いちゃったりとか、こういうことがすっごく多いの。その3つが原因ってこと？そう、どれかハマる、どれか当てはまる。うん、それぐらいどれかのこう確率が高いんだよね、なってる確率が。だからそうならないようにしなきゃもちろんいけないんですけども、そうならないようにするには、まずグリッププレッシャーが緩すぎてもダメですし、もちろん強いのは良くないですけど、動かせる範囲で、動きに支障がない程度で一番強いグリップをしていただいた方が、インパクトの時にバチンと力が入れられるんですよ。これちょっと面白いことがあるんで、ちょっとお話ししていいですか？こうやって構えるじゃない？構えて、インパクトのところで、素振りね。インパクトのところで、こうやってマットを今ちょっと強く吸ったじゃない？あれがみんなできないのよ。なんで？聞いてみて。俺もわかんないから。できないのよ。なんでかっていうと、こうやって振ってるから。こうやって。あとは、こうやって振ってるから。ヘッドが降りてないから。これができない。なんでかなと思って。ちなみに、今の強さと今のスピードで、手首とグリップを緩くやるね。めっちゃ痛いの。ああ。そう。だから、痛いが先に来て、じゃあ強く打ったら痛いから強く打たないで、緩んでナイスショットが打ててない人がほとんどある。そう。めっちゃきついから。だって、あのスピードであの音を出すっつったら絶対弱くちゃできないじゃない、だからめちゃくちゃ強いのね。こうやって。全然痛くないの。余裕なんですよ。そうなの？そう。で、これも結局インパクトのタイミングもあるんですけど、ここで鳴らそうとしてんのね、マット、ここでもここでもなくて、ここをスローとしてんのね、だからここをするためのアドレスとバックスイングとダウンスイングをやってるだけなのね、でもそうじゃない方がやっぱ多い。で、なんならインパクトゼロが、トール君どっから始まってるのさ、なんならアドレスから始まってるってトール君この間言ってたでしょ。それと一緒で、結局このボールに対して、このインパクトを迎えるためのアドレスとテイクバックとダウンスイングをしてるかどうかなの。だから、それができないんだったら、そのアドレスとそのダウンスイングが合ってないのよね。あと、打つ力、スピード。で、それに対してどう遅れてるかとか、どう合わないかっていうのが分からないとダメなんだよね。そう。で、それを、例えば動画撮るなりして、例えばクラブがこうやってなっちゃう。ほとんどの方がこうなってるのね。こうやって入る。だから、こうやって起こすことが、スイング中にやれてるかどうかっていうのも重要で。で、そうやるにはどこのパーツを体が使ってるか。そういうのを考えていかないといけない。で、その、例えばじゃあグリップを強く握ります。で、強く握った時に、フォローが出ない人いるの。そう、なんかね、フォロースルーが、ここまで来れない人って結構いて、その方って、その、強いグリップを、ここで終わらしてるのね。でさ、例えばじゃあ今これ、6番や。6番アイアンで、じゃあ160ヤード飛びますって言ったら、150ヤードをここにぶつけるわけじゃなくて、160ヤードの力を160ヤード先に飛ばさなきゃいけないじゃない。したら、このグリップを例えば強くしたのも、
向こうにあって飛ばさなきゃいけないわけじゃない。あれをやらない。だから、ここでこうやって止まっちゃう。あ、そう。ここでやろうとしてるから。そう。ここまで、その、向こうに飛ばさなきゃいけないわけだから、向こうに力を使わなきゃいけないのに、こっちに力を使ってんのね。そう、だからここで、こうやって止まるんだよね。見に行くし。そういうのがね、ほんと最近多かったんで、疲れました。ただ、押すとか、その力めっていうのも、向こうに、力む。そう、ターゲットに。全部ターゲットにボールを打つんだから、ターゲットのためにやってるから。なんで、この、ボールのとこに力むんじゃないんだ。うん。じゃあ、手首を使ってヘッドをボールにぶつける、うん、全力でぶつけて、うん、それを先まで、向こうまで行かせるね。うん、こうやって。あれを、もう全力でやるの。こうやって。そう。これは、ここを力んだだけ、うんうん。そう。あれをちゃんと、こうやって、向こうにこう、バンって。向こうに力んだ、ね。そう。向こうに、必ず向こう。それをやってあげないといけない。めっちゃ疲れたけど。そう。全力でね。そう。あれあとなんだっけ？あと引いちゃう。ああ。引いちゃうのもね。なんで、俺はゴルフ人生の中で一回も引いたことがないからわかんないんだけど、うん、レッスン見てきて、引いちゃう方っていうのは、ここが伸びる人。引かない人って、ここがこうやって収まる。こうやってトップ作ってから、ここが、左股関節が、こうやって収まることができれば、フォローを左に引かないんだよ。だけど、これが、こう伸びる。ここが。伸びたら、引くから。左肘。こうやって。そう。だから、引いちゃうんだったら、ダウンスイングから、こうやって回転してあげないとだめ。絶対。そしたら、クラブっていうのは前に行くのって。だから、左に体重移動をしようとしてる人は、意外と肘引く人多いよね。それか引かないんだったら遅れるか。こうやって。そう、それが多い。その2パターンがほとんどかな。意外と腕だけ。腕とクラブだけって言ったら、右足重心の方が綺麗だから。こうやって。こうやってなるから。だから、結局、軸なんて関係ないから、ショットにはね。うん、だから、腕伸ばしたいんだったら右重心になってたら、反発するから、こうやって伸びるからね、こうやって。ああ、そうか。そう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 。で、それで、なんか、逆 C の字になってるとか、うん、もう、そういうなんかこう、見っけ合いごっこはやめよう。うん、関係ないからね。あ、うん、別に、ナイスショット出てればいいから。そっか、打った後の話だし、ね。そう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 。打った後の話なんかはもう、その人の癖みたいなもんだから、別にそこは関係ないからね。うん。だから、それはもう別に良くて。だから、伸ばしたくないんだったら突っ込むし、伸ばしたいんだったら右に残ってればこうやって伸びるから、そういうのも関係してくる。それがすごくあるなと思って、引いちゃうっていうのは、回転不足ももちろんあるしね。フォローの肩、このままこうやって、要はここ行ったら回転できないからっていうのも繋がるんだけど、そうするとこう、引いちゃう。このまま行ったら絶対手で、前出ちゃうから。だからこう引いちゃうんだよね。うんうん、そういうのが結構多い。あとは早く振ろうとしてる人で早く振れない人が引くからね。あ、手元を動かしたら早く感じるから。うんうん、こうやって。あ、そう。ヘッドはもう全然動いてないから。ヘッドを動かすって相当遅いからね。こうやって。大変だし。ああ、そうなんだ。うん。でもグリップって軽いからこうやって早く動かせるじゃん。そっか、そう。そうすると早く動いた気分になるから。それはすごくあるね。本当にインパクトゼロに戻らないとか、引けちゃうとか、あとはそもそも右手が弱い。右手が弱いやってないか。やってないね。あ、右手がね、弱いんですよ。右手の押し。で、右手の押しが、こうなってる人が多くて、うん、こうですからね。右腕と延長線上にこうやってあれば、うん、これ出せてるんですよね。うんうん、でも、
ちょっとでも右手首が背屈したらこれ出せてないですよ、うん、要はフォロースルーのこうなってるかこうなってるか、はいはいはい、そうこれの差です。だから背屈したままこうやって要はハンドファーストのままこうやって行きっぱなしになったらこれヘッド向こう向いてるんで出してないですよね。ターゲットのここに向いて初めてヘッドって出てるんですよ、うん、でもこれって説明するまでもなくてただ見ればわかるものなんで、ヘッドのこの先端ソールがターゲットを向いてるかどうかがすごく重要なんで、それがフォローでこうやってここに出てるかどうか分かりますよね。ここで止めた方がいいね。こうやって、うん、ここで止める練習してみたらどうですかね、うん、これここで止めるの超難しいよ。そうなの、行っちゃう、行っちゃう、行き過ぎちゃう、うん、今の両前腕、うん、両胸筋、うん、凍ったバナナより硬いからめちゃくちゃ硬い。そんだけ使わないと止められないんだ。あと一番硬いのは、うん、ここあそこ広背筋、それがないと止められない。きつい。そんなにきつい。これも許したくないんだよね。ああ。こうやって止めたいんだよ、ね。いや、無理だよね。だって、こんなヘッド重いのね、振られるよね。そう、それぐらいでもきつい。だそれぐらいでも、バックスイングで、こう、ビタッて止まるのも一緒で、うん、こうやっていく人がほとんどなんだね、うん。それでミスする。そうなってる人はほとんど左行くし。うん、止めらんない。止めらんない。でも、それもね、意識なんだよね。だから、体とクラブと腕が同時にここでトップで止まるって意識すると深く回さなくなるの。あ、止められるところで全部制御するから。はいはいはい言っちゃった。言っちゃった。大事なんだよね。え、それでもさ、うん、飛ぶんでしょ。全然飛ぶの。なんか飛ばなくなる気するんだけど、うんうんうん、振りかぶりが小さくなると。なるほど、なるほど。そう、7時から3時だからね。あ、7時から3時がスイング中にあれば、うん、いくらでも飛ばせるの。そうなんだ。そう。全然飛ぶね。本当だ、浅いのにね。これぐらいでしょ今。もうちょっと下に見えるけど、ね、これぐらい。うん、おいい、全然いい全然。俺もこれぐらいだと思ったんだけど、大体これぐらいって言ってる人ってここまで来るから今最初こうって言ったんだけど、もうちょっと結構多分低かった気がする。オッケー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 、いい。それでも全然飛ぶから。そうだね、うん、結局この辺からこっちだからね。だから今のなんか首取れそうなんだけどこうやってそれぐらいこっちを力んでる。ここが多分一番力んでんだよね。あ、そう。前に力むんだ。前に力むけどね。前にね。そう、前に。飛ばしたい方向に力む。そうそうそう。力もヘッドも腕も全部前に行かないといけない。だからここを止めてる時間ないんだと。送ってあげないと、もう向こうにみんな行きたがってんだから。うん。そういうことがインパクトの振り遅れだったり、押し足りなさだったり、引いちゃうこと。に関係してくる。だって向こうに全力でやったらもう引けないでしょ。そんなパワーないよね多分、うん、引けないと思うから。だからそういう風に引ける余裕があるってことは緩んでんだよね。あ、うん、だから押せないんだったら押してないんだよね、うん、戻んないんだったら戻せてないから、もちろんだから戻せるようにその、まあ、力感だったりそのタイミングだったりを自分でいじっていかなきゃいけない。それはもうすごく大事なことなんで、ちょっとまあそういうのも含めてですね、自分のスイングを意識して、どこで何が足りてないのかをもう一回自分で考え直すと、意外と答えって出たりするんですよ。漠然とパッて考えると、意外と答えって、いや、わかんないわかんないわかんないとかって思っちゃうんですけど、意外とちょっとずつ剥がせるものを分解して、
見ていくと理解が多分できると思うんですよ、自分のスイングなんで。なんでそれを練習場か、まあ家か何かでこうちょっとやって試しにですね、自分のスイングを自分で見直してみることをお勧めします。今回はですね、いろいろ足りないものっていうのをもう一回見てくださいっていう意味で動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。